はいどうもこんにちは、フーガです。今回はこの素晴らしい世界に爆炎をから、めぐみん原作版盗賊ダンバード7分の1スケールフィギュアになります。パチ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 。今回はなんとこの素晴らしい世界に爆炎をとあるように、この素晴らしい世界に祝福をではなくて、スピンオフシリーズからまさかのフィギュア化ということで、はい、めぐみん人気が止まらないですね。はい、なかなかスピンオフからフィギュア化っていうのはなかなか聞かないので、もう相当人気があるという証拠なんじゃないかなと思います。ということで開封してレビューしていきたいと思います。はい、ということで組み立て終わりました。今回は帽子や杖といった装備がないので非常に組み立てやすかったんですが、眼帯なしバージョンの表情解パーツもあるので、そちらもお楽しみいただけます。はい、ということでこちらになります。じゃーんと、はい、どうですか、かわいい、原作だと、こんな感じですね。こんな感じの、角度ですかね。はいはい、どうですか。はい、まあなんといっても今回やっぱり肌面積の多さに皆さん目がいくんじゃないかなと思います。まあこうやってね、露出度が上がってもやっぱり胸が胸が寂しいんですが、まあ、今回ばかりこの胸の寂しさがちょっと僕はいいなというか、逆にねいいなという下半身はあれなの、まあ下半身の方はね、逆に隠してるこのロングブーツがね、なかなかいい味を出してるんじゃないかなと思います。まあ下半身を結構固めているので、上半身は上半身のこの肌面積の多さっていうのが結構際立つんじゃないかなという印象になります。まあでもちょっと寂しいなって思うのは、まあね、まあ舞台が盗賊団なので、まあ当然っちゃ当然なんですが、杖と帽子がないことですね。はい、杖と帽子がないので、ネット上ではあれこれ新キャラみたいな、めぐみんと思われてないというね、あの誰かわからないまあ高魔族であることは確かなんだけど、このキャラいたっけみたいなね、思われた方も多いっぽいです、ネットを見てるとね。はいはい、ちなみに帽子をかぶせるとこんな感じです。はい、やっぱこっちの方が、帽子かぶった方がやっぱめぐみんってわかりやすいですね。はい、ちょっと大きさがちょっと違うんですが、だいたいこんくらいですね。はい、外すとあれ誰だみたいなね。はいまあそこまで多くはないとは思うんですが、まあ帽子かぶってないのと、あと杖がない、はい、爆裂魔法なしで立ち回るめぐみんが見られる、あ結構レアな、お話なので、はい、この左側にね、アイリスという、まあアニメ見てる方はまだ出てないからわからないとは思うんですが、まあそこに、隣に並べて飾ることもできるので、お金に余裕ある方は2人並べてみてみてください。はい、まあアイリスはまだろくにフィギュア化もされてないので、初めてのフィギュア化がまさかのスピンオフというはい、メインの話のフィギュア化ではないというのは、なんかそれもまたなんかすごい珍しいんじゃないかなという感じがします。あと個人的な要望なんですが、やっぱマントをね外させて欲しかったというか、肩、まあめぐみって肩も結構フィジズムを感じるところがあるので、ちょっとそこ外させて欲しかったなというのが、一つ残念なところかなというか、まあ残念でもないんだけど、はい、まあ要望というかね、はい、ということでこんな感じでした。結構ね、めぐみのフィギュア結構多くなっていってる、まだまだ、あまだ作ってくれるんだみたいな、はい、4ヶ月くらい連続で新作フィギュアが発表されてたような時もあったような気がしたんで、はい、これからも買い続けていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。